ビクトル。遅かったな。無事任務を完遂いたしました。詳細な報告は後ほど。我々ももう行かねばならない。お前も早く期待しろ。大隊長殿はどちらへ？前線だ。国境が突破されたのだ。まさか。トレクール軍が国境を越えてソルトビューまで迫っている。ここが生命線だ。今戦力をソルトビューに集中させている。それで大隊長殿もこんなに早く。私だけではない。すでにダリル殿やランドックの術師殿もソルトビューに向かわれている。ブルネリ殿も。自分もすぐに前線に向かいます。うん、急げよ。聞いての通り、ブルネリ殿はここにはいない。本来前線に君たちを連れて行くことなどできないが。自分たちの身は自分たちで守ります。いいだろう。よし、行こう。Thank you.
じゃあ宿屋の前で集合にしよう。ビクトルじゃないか。僕に会いに来たのかい？たまたまここを通っただけだ。ではこれは運命だ。さあ剣を抜きたまえ。何が運命だと思ったけど、この前の出撃で怪我をしていたんだった。この勝負はお預けだよ。だから何しに出てきたんだ。急ぐぞ。労働するのはここまでだ。私は部下と合流する。ええ、ありがとうございました。戦場では何が起こるかわからん。気をつけ。ビクトルさんもご武運を。こっちはフィオーレさん。どこにいるのかな。ここは戦場だ。気をつけて進もう。ビクター、よし、そうだ。このまま体型を入れる。これが違う。敵の背後を取れ。了解。グンタ、リクトルだ。キレル撃ったようだな。ブルネリコ、残念ながらまだ制圧が終了したら我々も後を追う。わかりました。気をつけていけ。
とにかく、今が反撃のチャンスだ。終わらせよう。いや、しかまって逃がすものか。敵軍が撤退を開始しました。現在、駐屯地の外で追撃を行っております。リリア、戦線を離脱しましょう。ここじゃ、その子の容態も見れない。大体の経緯は分かった。今回が2度目なのね。そうです。2回ともリリアの力で命が救われています。呪因のようだったけど、今は消えている。違うってこと？どうでしょう、思い当たることとかちょっとしたことでもいいんです。あんな呪因を私は知らない。あの術も見たことがない。そもそも呪因なのかどうかすら。そうですか。でも王立呪因研究所に一人当てがある。彼なら私より幅広い呪因の知識を持っているわ。フィオーレさん以上、すごい。会ってみる？はい、ぜひお願いします。じゃあ一緒に行こう。紹介しないといけないから。ちょっと待ってくれ。ソルトビューはまだ安定したとは言えない。ブルネリ殿に勝手に帰られては困ります。邪魔をする。父さん、ブルネリ殿をお呼びするつもりでたまたま話を聞いてしまった。まずは非礼をお詫びしよう。フィデル、お前その少女とブルネリ殿をランドック王国のサンテロールまでお連れしろ。おじさん。先生。その子の力が解明されればきっと今回の、いや今後の戦争をなくすことができる。それが叶うなら一時の苦境など安いもの。いいのですか先生。今回の戦闘も結局その子の力で勝ったのだ。国王には私から報告しておく。ご厚意、ありがたくお受けするわ。ではフィデル、ブルネリ殿をきっちりお送りするんだぞ。わかった。私はここに残る。機会があったらまた会おう。いろいろお世話になりました。ありがとうございました。ブルネリ殿もお気をつけて。その子の目が覚めるまで待って、私たちも出発しよう。私はリリアを置いていなくなったりしないよ。怖がらせてごめんね。目が覚めたみたいね。体調は問題ない？平気。そう、なら早速出発しよう。
ランドック王国はレスリアの東にあるの。王立順位研究所は首都のサンテロールにあるわ。ソルタビューからだと中央レスリアからミードックを経由してロンド川を越えていくのが一般的ね。子供には静着しないものなの。そうなんですか？例外がないとは言わない。でも彼女が使った術が仮に呪因によるものなら、私が見たことも聞いたこともないかなり高度なもののはず。はい。しかも2回とも倒れてしまったということは、彼女の体にそれだけの負担のかかる強力な術であることを意味している。やっぱり私の理解を超えている。もう一つ、常に見えているはずの呪因が彼女の場合、術が発動するときにしか見えない。それ、私も気になってました。君も術師だものね。こんな気持ちになるの久しぶり。日々の鍛錬のおかげだな。じゃあ宿屋の前で集合にしよう。ミキ、何してるんだ？は、フィデルニー。食事するならこの店はまずまずだよ。サラダが美味しかった。コースが A、B、C あるけど、
B はやめといた方がいいかな。パスタがいまいちだし、 A はメインのフライが量たっぷりでスープはどれも一緒の。ちょっとストップ、コースってお前一体どんだけ食べたんだよ。いや、レディースデーで半額って言うからつい全部チャレンジを。はい、次かなり日が暮れてしまいましたね。ロンド川を越えた先は山よ。子供にはちょっときついかも。私も結構クタクタです。緊急事態なわけでもないし、ミードックで一泊しよう。
腹すいた。研究があれば三度の飯も一度でいい。何ですかそれ。私の師匠が言ってた言葉。それでもあの人毎回三食しっかり食べてたけど。もう一息だからちょっとだけ頑張ろう。はい。